さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。旧札幌市営バスも岩営業所を出庫したとの想定です。マコマ内本町のバス停を発車しました。これから走るのは、旧札幌市営バス、南65、中之島線、中之島駅前先回り、マコマ内本町行きです。中之島駅前、幌平橋駅前、南16条西11丁目を経由してマコマ内本町に戻る環状線です。前回動画の逆回りです。旧札幌市営バスのデータは、ネットなどでも少なく、今となっては謎のレベルになっていることが多いのですが、札幌市営バス資料館とのホームページがあって、とても参考となっています。このホームページから発掘できたことは、該当動画の概要欄に記入していきます。動画内の説明を修正するものもあることをご承知おきください。路線バスには、アクセルインターロックというのがついていて、中ドアを閉じないと、アクセルが踏み込めないようになっていました。冬場、中ドアを閉じて発進しようとして、アクセルロックされたままになったことがありました。ロック機構の故障かと思いましたが、中ドアをよく見ると、カブレールに雪が詰まって、中ドアが少し開いていたのが原因とわかりました。パッと見には、ドアは閉じていましたが、よーく見ると隙間がありました。まっこと機械は正直者、と思いました。また、中ドアの端のゴム部分は、塗先スイッチというのがついていました。ゴム部分が空気チューブになっていて、圧力がかかると扉が開きます。これは、お客さんのドアバサミ事故を防止するためのものです。よく見ると、ドアからセンサーにつながる細いパイプが車体につながっていました。この仕組みは、地下鉄車両にも使われていて、駆け込み乗車して挟まれると、ドアがガツンとぶつかると、次の瞬間にドアが開くようになってますよね。いつも駆け込むそこの学生さん、身をもって体験済みですよね。両側にフェンスがあるのは、東京オリンピック札幌大会のマラソン競歩コースになっているからです。せっかくの機会なので、皆さんは画面を見て、マラソンランナーになった感覚をお楽しみください。バスではなく、マラソンですよ。え、もう疲れて歩きたい？そこの太鼓腹のお父さん、生活習慣病で短命に終わりたくなければ、今夜のビールは我慢して、つれづれ北海道チャンネルを見ながら、たっぷり汗を流した方がいいかもですよ。ただ、
お母さんとのスポーツはほどほどにしてくださいね。中之島線は、中之島駅前と真駒内本町の間の運行がほとんどで、環状線はほんのわずかでした。間もなく中之島駅前ですが、このバスは駅前交差点を左折します。幌平橋を渡って、幌平橋駅前に向かいます。この幌平橋駅は、札幌の水害のウィークポイントと言われています。すぐそばに、豊平川の堤防があって、もしこれが決壊した場合、流出した川の水が地下鉄駅に流入、地下トンネルを水没させると予想されます。ことは、幌平橋駅にとどまらず、地下トンネル全体に及びます。かなり前から指摘されていることなので、防水シャッターなどの対策がなされていると思いますが、近年増加の水害への対策は優先的に進めてほしいものです。左折して石山通りに入ります。
左側にあったパチンコのパーラー対応がなくなっています。街の景観は、時間とともにどんどん変わっていきますね。うるさい、新人レーダー探知機ちゃん。ここにはレーダーなんてないっしょ。YouTube で慎重に検討して採用した機種ですが、予想より誤報が多くて、評価点は低くなっています。スピードを出さなければ必要ないんですが、うっかり物のうぷ主には、転ばぬ先の杖が必要なんですね。数年前北見で、冷淡に、オービスあるっちゃ、と言われ、前を注視していたら、後ろでパトカーが回転灯を回してた、という経験がありました。この時はさすがのうぷ主も、隠れて待ち構えてたん?と聞いたら、あっさり、そうだがなんか文句あっか、と切り捨てられました。実際のやりとりは、デスマス隊の丁寧な会話でしたが、目線でスペシウム光線を叩き込んでいました。右に札幌南警察署があります。うぷ主はまだお世話になったことはありません。左の白い大きな建物は、市営住宅です。かつては、ここにも岩営業処分所がありました。そして、この道路の下にはトンネルがあって、本所と分所の行き来ができました。現在は、トンネルの出口はどもりで閉鎖されています。いつかタイムカプセルのように、歴史探訪で発掘されるのではないかと思います。ここから右折して営業所に入って左に終点バス停があります。一般車は構内に入れないので、この車は信号交差点から右折します。これで、旧札幌市営バス、南65中之島線、中間、中之島駅前先回り、はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。懐かしの職場、旧札幌市営バスも岩営業所の横からお別れです。じゃあ、またね。